もです。デキデキンチャンネルビートドキンです。さあ今週も始まりました、元気が出るかもテレビ。今週はねちょっとねお知らせがあるということでね、みんなにちょっと見てもらいたいなと思ってで、ね、この動画作っちゃってるんだけど、まずはねこちら8月10日火曜日23時から、まあ明日なんだけどね、明日の夜のね、まあ、夜の11時からね、まあ、YouTube 信長の野望オンラインマット制作委員会、名前長いよって話なんだけどね、そこのね神父さんっていう方がね、あのちょっとね信男の配信してる人がね、なんか漢字が全然読めてねえよみたいなね、なんか偉いねあの上から目線からね話しかけてるんだけど、まあ、そこのね配信してるね方のね、まあ、ドキンっていう方がねなんか出場するみたいなんでね、もしよかったらねあの見ていただきたいなと。まあ他のね出場者はね、あのお化けチャンネルさんのねあのみかんさんっていう方いるんだけど、まあ女性の方なんだけどね、優勝商品の方がね結構なんかいいもんもらえるなんか言っちゃってね、あのもしね優勝なんかしちゃったりしたらね、興奮して今夜は眠れないなんか言っちゃったりしてね、旦那さんとね朝までねやっちゃったりしてね、バカ野郎。そしてねもう一方がねピーコロさんっていう方がいるんだけど、こちらもねあの女性の方なんだけど、最近ね信長の野望オンラインのね配信を始めてね、まあ深夜にね深夜の信男なんか言っちゃったりしてね、一人でねボソボソ喋ってるんだけど、時もねあの結構ね見たいんだけどね、なかなか時間が合わないっていう感じがあるんだけど、まあ、ドキンのね結構ね時間帯が被っちゃってるんだけど、ドキンはドキンでね一物がね被っちゃってるんだけど、バカ野郎。そしてね最後はねりょうちチャンネルさんのねりょうちさんっていう方なんだけどね、なんかね最近ねジャッジアイズとかねあのウマ娘の配信ばっかりやってね、ノブオンの配信あんまりやってないんだけど、なんかねノブオン界のキムタクなんか言われちゃったりしてね、いや将棋界の木村和樹と間違ってんだろみたいなね、序盤中盤終盤隙がないよねなんか言われちゃったりしてね、ノブオン界の受け師なんか言われてね、そのままねお尻出してねドキンもドキンでねそのままやっちゃったりしてね、バカ野郎という4人でね、あの漢字王決定戦やるみたいなんでね、まあこれ第1回なんだけど、第2回、第3回あるかわかんないけどね、ぜひですね、明日の夜の23時からありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。そしてね、もう一つのお知らせがこちら、お盆休み特別企画、8月12日、13日、14日、まあ、木、金、土だね、3夜連続23時50分から、龍が如く6。3日で全クリを目指すと。なんかね最近ねあのジャッジアイズの配信を見ちゃったりね、あの FF3 の24時間配信を見ちゃったりしてね、ドキドキンチャンネルのねドキンもね俺もなんかやりたいなんか言っちゃったりしてね、あの他のね人のね配信をね思いっきりねパクっている企画なんだけど、まあ24時間はちょっと無理だなんか言っちゃったりしてね、だったらねお盆休みの3日を使ってやろうなんか言っちゃったりしてね、ただね3夜連続とか言っちゃってるけどね、2日ぐらいね休んじゃったりするかもしんないけどね、まあ主にね結構ねやる気だったんでね、もしよかったらね見ていただければ嬉しいかなと思います。ということでね、お知らせはね以上なんだけどね、このまま終わっちゃうとね大炎上しかねないんでね、もう一つあの企画ありますんでね、次のコーナーはこちら、今週のドキメモ。さあ始まりました今週のドキメモ、今回のですねお題は何なんでしょうね。こんなの分は嫌だ。まあゲームやってるとねいろんな嫌だっていうのはねたくさんあるんだけどね、今回はねこのいろんなね嫌だをねいろんな形でね出していこうかなと思います。それじゃあね、あの一つ目がね、こちら。キャラクターがオカマだ。これは嫌ですね。まあ、あの、ノブオンっていうのはね、最初にね、ゲーム始めた時にね、男キャラとね、女キャラ作れるんだけど、男キャラでね、あのキャラクター作っちゃうとね、みんなね、装備がね、スカートみたいな感じしかなくてね、みんなスカート履いてるじゃねえかみたいな話になっちゃうんだけどね、結構ね、あの、パンチらしいみたいなのもあるんだけどね、後ろからね、見るとね、みんながね、ティーバッグ履いてるというね、汚いおけつしかね、見られないっていう形でね、なんだこれはとか言いながらね、それはいいんだけどね、あの、前から見ちゃうとね、ちょっとね、一物がはみ出ちゃったりとかしてたりしてね、そのまんまね、あの、YouTube でね、生放送しちゃったりするとね、あの、バンされちゃったりとかしてね、バカ野郎。あとね、あの薬局屋のね、隣にね、あの高須クリニック屋みたいなね、病院ができちゃったりしてね、そこに行くとね、おっぱい大きくしたりね、お尻を大きくしたりね、できちゃったりするんだけど、そのね、あの整形したね、キャラクターのね、近くによるとね、所作がね、腰を振るだけしかね、できなくなっちゃったりしてね、みんなね、そのキャラクターの周りでね、腰を振ってるみたいなね。声も声でね、緊急メンテを入れてね、あの機能を追加しましたなんか言っちゃったりしてね、そのキャラクターのね、後ろに立つだけでね、オートでね、腰を振ったりとかするようなね、機能をつけちゃったりしてね、バカ野郎。あ
あとね、あの女キャラでね、キャラクターをね作った場合はね、まあ、信長の世界っていうのはね妙にリアルでね、勝手にねあのご飯とか食べちゃったりするんだけど、女キャラの場合はね、あの時間が経つとね勝手にヒゲが生えてきちゃったりとかしてね、顎の周りが青くなっちゃったりしてね、なんだこれは全然可愛くねえぞなんか言っちゃったりしてね。ただね、あの雑貨屋に行くとね、一つ1000万貫でねヒゲ剃りなんかね売っちゃったりしてるんだけどね、高すぎてね誰も買えねえぞなんか言っちゃったりしてね。雑貨の周りでね、みんな腰打ってね、暴動なんか起こしちゃったりしてね、もうこんなゲームやってられるかなんか言っちゃったりしてね、そのままみんなね、引退しちゃってね、そのままサービス終了なんか言っちゃったりしてね、バカ野郎。光栄は光栄でね、あのサービス終了しちゃったからね、次回作を開発しますなんか言っちゃったりしてね、次回作のタイトルは、ホモナガの野望アナロインなんかいうタイトルで出しちゃったりしてね、みんななんだこのタイトルはなんか言っちゃったりしてね、誰もね、あの買ってくれなくてね、ダウンロードしてくれなくてね、そのままね、声潰れちゃったりしてね、バカ野郎。ということでね、今週はここまで。ということでね、あの茶番は終わりなんですけど、まあ、もしよかったらですね、チャンネル登録の方と高評価ボタンの方よろしくお願いします。まあ、今回のね、高評価多ければですね、第2弾するかもしれません。よろしくお願いします。あんまり似てないからといってね、あのチャンネル登録外すのはねやめてね。